ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。よろしくお願いします。今日は今ちょっと今日開催中の僕も今日検査したんですけど、Vogueっていう雑誌、世界的な、ファッションの祖ですよね。イタリアン Vogue、 イタリア Vogue、 フランス Vogue、 ジャパンっていうのもね、今あるんですけど、 Vogue っていう、ファッションのそうですね、トレンドとかセレブリティ、もう本当にトップの、セレブが読む雑誌って言われてますけど、割と僕も立ち読みでパッとネットで見たりね、やっぱり美しい、なんていうんですか、日本人間がこう、着物もそうですし、こうエレガントとかね、ビビットとかいろんなこうジャンルがあるじゃないですか。そういうのもちゃんと取り入れていって、写真のね、とにかくクオリティも高く、世界のトップモデル、トップデザイナーが出る雑誌なんですけど、YouTube なんか今ね、 SNS メディアも結構あるんですけど、そのメットガラっていう祭典をやってるんですよ。これは1995年から開催されてまして、メットってメトロポリタン美術館かな、そこのなんか確か資金調達かなんかで、お金を集めるために世界のセレブとかハリウッドスターとかね、いろんな方を呼んで、ファッションショーみたいな、Vogue主催でやってるんですけどね、パリコレ、ミラノコレとかいろいろあるんですけど、世界のトレンドが見れて、ちょっとね、僕なんか大衆的な手には届かないですけど、そのファッションって、ユニクロとかね、皆さんファストファッションね、GU とかなんかでしょ、買うと思うんですけど、基本的にその Vogue とかで、パリコレ、ミラコレとかね、その Vogue で取り上げれるようなコレクションとかの、今だと来年の、もう秋冬はね、オータム、ウィンター、AW は終わって、来週の春夏のコレクションなんですよ。先へファッションってトレンドを作るので、で、来年の春夏はこんな感じで、春や夏はこんな服装で行こうみたいな、なんか決めててですね、いろんなデザイナーがいるんで、あれですけど、色とかもね、なんかそういう団体があるらしいんですけど、僕ちょっとそこまで細かくわかんないんですけど、決めてでそのトレンドがあるっていうね、ファッションは歴史繰り返すのでね、今ね、オートクチュールがあったり、ストリートがあったり、いろいろあるんですけど、スポーティーなね、こういう T シャツとかもあるし、レトロなね、 T シャツ、こういうロック T シャツも流行ったりとか、それをね、新しくこうデザイナーさんが考えて発表してね、こんな作りましたみたいな、それを見て、その下々というか小さなブランドとかも、来年はこんな感じなんだ、じゃあうちらもこれに合わせてこんなもの作ろうみたいな感じで、そうですよね。だからファッションとか疎い人は、美しい女性とか男性とかね、ちょっと見てもね、何十万とか何百ね、100万とかする服買えないですけど、こんな色とかこんなリボンが流行ってんだみたいな、ちょっと黒系多いねみたいな、そういうのを見るだけでも、こうユニクロとかそういうとこ行った時のセレクト、例えば小物とかもルイ・ヴィトンとか、そういう高級ねブランドあるんですけど、こういうの流行ってんだっていうのをちょっと知るだけでも、なんていうんですか、今ね、スポーツ業界も結構ね、ストリートとかね、ベースボールキャップとかもあるじゃないですか、エラとか、いろんなそういうとこもファッション業界、ファッションですからね、人間が生きてれば衣服着ればファッションなので、そういうのもこう見て、それっぽいのを買うと、結局おしゃれって何かっていうと、結局ちょっと先を行ったものを買ってるみたいなとか、そのスタンダードなものを綺麗に着こなすっていうかね、その本当にどんどん変わっていくので、ビジネスになるっていう、ちょっとね、金儲け的な感じはするんですけど、この Vogue ってやつ、今ツイッターでも見れますし、今現代の美と言われてるものは何かみたいなのもなんとなく見えるんですよね。そういうのも、俺はそんなの嫌いだとかあるじゃないですか。僕もありますよ。僕こんなファッション嫌いだなとかあるんですけど、いろんなものをね、俳優さんだったり、いろんな文化とかもこう
ね、本当に雑貨だったり着物だったりそういうことも取り上げている雑誌で、あの民族とかね、その政治や経済とかもちゃんと考えた上でのファッションみたいなとこを考えてる。やっぱりあの世界最高峰のファッション雑誌なので、まあ、男女、まあ、女性がやっぱりメインですけど、ファッションは関わらず見ると結構面白いんじゃないですか。まあ、僕もね、とんでもない、ね、あのそんな高級ブランド一切買えないんですけど、まあ、そういう見てこう、僕だと古着とか安くて好き、ね、あの好きなので、あのそういうの見て、ああこれっぽいなって。古着業界もね、割とあのトレンドを追っかけていて、やっぱり古着業界ってトレンドを追っかけてるんですよ。だからね、ボーグとかでパリコレ、ミラコレとかでバーって流行ったやつが、バーってこう、あの結局あのファッションってもう大体行き着いてて、それをなんかちょっと修正してリサイクルして組み合わせて編集してるみたいなのがファッション業界で、まあ新しいのって、まあ、さほどないんですよ。まあ、ちょっとねカラーとかあるんだけど、まあ、既存のものでピックアップして流行らせるみたいな、流行るっていうかね、それをかっこいいとか美とかそういうものにこう仕立てるみたいな、あのデザイナーさんとかがね、いろいろ考えて、哲学、その子には哲学もあったりとか、生活様式ね、今だったらマスクもファッションじゃないですか。でマスクもかっこいいのを作るとかね、こういろんな僕たちの生活に根付いているものなので、もしよかったらね、ユニクロで、まあね、今ファッションだいぶ手軽でね、あのおしゃれできるようになったんですけど、このソノボーグっていうのをちょっと見ると結構面白いです。まあもちろんアート、絵画とか音楽とかいろんなスポーツとかそういうのもちゃんと取り上げたりしてますんでね、もしよかったら今日、まあ、ちょっとつまんなかったら、あのボーグの、ウェブを見ると楽しいです。それでは、まあ、僕はちなみにボーグには出たことないですけど、はい、というわけです。それでは、まあ、近い雑誌にはちょっとね、一回ちょっとだけ出たことあります。それではバイ。